チョプラス。こんにちは。今回2回目の登場となります森永まーやです。今回は四ツ谷駅から歩いてすぐの上智大学四ツ谷キャンパスに来ています。私もついこの間まで大学生のつもりだったんですが、実際にこうやってキャンパスに来てみると、いやー、だいぶ昔のように感じてしまいますね。いや、年を取るのは嫌なものですね。はい、今回ご紹介するのはこちら、東ティモールフェスタ2018です。こちらの上智大学正門から入りまして、角を曲がったところにある9号館地下のカフェテリアにて行われています。はい、東ティモール、果たしてどういった国なのか、そしてこちらどういったイベントなのか、詳しくお伺いしたいと思います。では実行委員会の徳さん、お願いいたします。はい、こんにちは。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。徳です。早速なんですけれども、はい、東ティモールってどういった国なんですか？そうですよね、うん、東ティモールは2002年5月20日に独立して、はい、明日16周年、独立16周年を迎えるとっても新しい国です。面積はだいたい四国ぐらいで、人口も125万人でとっても小さい国なんですけれど、はい、なんと平均年齢が 18.8 歳。若っ。そうなんです。若くてとってもエネルギッシュな国なんです。あ、そうなんですね。です、こちらのイベントでは、その東ティモールについて詳しく知ることができるということなんですか？はい、知って味わってつながるという、そのサブテーマの通り、はい、いろいろ知っていただけるイベントになっています。そうなんですね。今日は何時から何時までこちらでイベントされてるんでしょうか？13時から18時までこちらで開催しております。で、結構たっぷりあるんですね。そうですね、はい。入場は無料ですか？はい、無料になっておりますので、どなたでも来ていただけるイベントです。あ、じゃあこの上智大学の学生さんじゃなくても、はい、もちろんです、入ることができるということですね。はい、はあ、実際にはどういった団体さんがやってらっしゃるんですか？東ティモールに関わっている例えば NPO 団体だったり、国際協力団体、あと自治体の方もいらっしゃいます。企業の方もいらっしゃいます。へえ、じゃあたくさんの方が東ティモールについて知っていただきたいということで。そうなんです。いろんな団体作られてるんですね。はい。へえ、なんせあの知名度が低い団体だから、低い国なので、はい、あの一生懸命してもらおうと、みんなで協力してこういうフェスを開催しています。確かに日本だとまだまだ、ね、知られていないからこそね、ちょっとどんな魅力があるのか私も知るのが楽しみです。ぜひあの中に入って見てみてください。はい、お願いします。じゃあ早速お願いいたします。おお、いろんなブースがありますよ。あ、こちらにはこれはあコーヒーですか？そうなんです。へえ、この東ティモールってコーヒーが有名なんですか？そうなんです。東ティモールコーヒーとっても有名でして、はい、実は人口の4分の1の人がコーヒー産業に関わってるって言われてるような国なんです。4分の1？ はい。そんなに？そうなんです。へえ、そうだったんですね。今日もあの産地、いろんな産地のコーヒーを飲んでいただくコーナーもございますので、あら、ぜひ飲んでみてください。私コーヒー大好きなんですよ。です、嬉しいです。よかったです。そしてあのコーヒーの下に引いてあるこの布といいますか、これはあタイスという伝統織物になります。私も今日着てるんですけど、ね、あ、本当だ、徳さんもお召しになられてる。そうなんです。あ、伝統織物なんですね。そうなんです。あの手作り手織でを作られていて、あと地域ごとにこのモチーフがちょっと違うので、あら、見る人が見ればこれどこのだねっていう風に分かるそうです。この隣に並んでいるものでもちょっと雰囲気違いますもんね。そうですね。ビビッドなカラーと温かみのある感じと、はい、へー、なんかいろいろ知ってったら面白そうですね。そうなんです。ぜひぜひ知ってください。ありがとうございます。あ、なんかいろんなところにその織物が、うん、そうですね。あれ、こちらは甘夏ジュース。はい。え、東ティモールと甘夏ってどういう関係があるんですか？こちらですね、あの広島県呉市のサブラカ農園というところから来てる甘夏なんですね。はい、そちらの農園のジーン・イングリスさんという方は、実は東ティモール独立前から東ティモールの独立を支援していらっしゃった方で、日本に初めて東ティモールのことを紹介した方なんです。あ、そうなんですね。そういうつながりがあるので、この学生団体のハルスがあの今日甘夏ジュースを販売すると
という経緯に至っています。はあ、そういうことだったんですか。はい、こちらの、ね、甘夏美味しそうですよね。そうなんです。また今日暑いですからね。そうなんです。ちょうどいいですね。へえ、いろんなつながりがあったんですね。そうなんです。あまり知られていないけれども、うん、つながりは結構強くて深いということになっています。あれ、こちらは写真展ですか。あ、こんにちは、漆島さんですか。よろしくお願いします。漆島さんが撮られた写真はどちらにあるんですか。ね、この奥なんですよ。ちょっとまだ準備できないんです。あ、はい、まだこれからですからね。はい、はい、わー、素敵。あ、こちら、こことこの奥の大きいものと、はい、いい笑顔。こっちですね。あ、こちらもですか。はい、わー、子供たちの可愛い笑顔がたくさん。はい、こちらはどこで撮られたものなんですか。東ティモール のディリーにある海辺をこう歩いてる時に、はい、彼らに遭遇しまして、はい、あ、そうなんですね。こうやってクッとポーズをとって撮らせてもらった感じですね。え、でもなんかこう知らない人なわけじゃないですか。はい、でももう心を許したような表情ですけど。そうですね、ティモールの方々すごく人懐っこくて、はい、で、すごくフレンドリーにみんな、なんて言うんでしょう、声をかけてきてくれるというか、これがっていう言葉があるんですけど、これがティモールの現地の言葉で、はい、友達って意味なんですけど、何でしょうか、へえ、アミーゴみたいな感じで、これがこれがっつって、そうなんですね、声をかけてきてくれる人がすごく多くて、はい、へえ、でもね、違う国から来た方にもこれがって言って手を振ってくるような、そうですね、はい、へえ、フレンドリーな、すごくフレンドリーでした、はい、雰囲気なんですね。はい、え、でも漆島さんはどうして東ティモールで写真を撮ろうと思われたんですか。学生時代、私が中学生とか、はい、そのぐらいの時って東ティモールってすごくネガティブなイメージ、報道の中でもちょっと戦争みたいなことがあったり、ね、たくさん人が殺されてるみたいな報道が多くてすごくネガティブなイメージだけを持ってたんですけども、はい、大人になってじゃあ今はどうなってるんだろう、うん、すごく気になりまして、はい、いろいろ調べてるとなんか今比較的落ち着いてるみたいな部分があったので、当時の自分の激しいイメージとちょっと埋められなかったので、ギャップが、なので実際自分で見てみようと思って行ったのがきっかけですね。それが何年前になるんですか。それが2年前です。あ、最近です。結構最近なんですね。はい、でも緊張しませんでした。もともとそういうイメージを持っていた国に入るっていうのは、はい、すごくビクビクしてました。そうですよね、はい、カメラ持っていくじゃないですか、はい、いきなり撮られるんじゃないかとか襲われるんじゃないかみたいなビクビクしたイメージで。そうですよね。現地にいたのを覚えてます。実際行ってみていかがでしたか。こんな感じでした。みんな元気に声をかけてきてくれて、はい、おい、どこ行くんだ、写真撮ってくれよみたいな。それに甘えてもバシバシバシって撮って、どんどん自分がその閉じこもってた、はい、すごい怖いイメージを持ってたのがどんどん現地の人から開いてもらったような、解きほぐされたような、はい、そういった場所でした。漆島さんが思う東ティモールの魅力ってどういったところだと思いますか。本当に南国で暑い、はい、暖かい国なんですけど、さんさんと太陽が輝いているような、はい、ティモールの人一人一人が太陽っていうんですかね、もうみんなすごい元気な笑顔で接してきてくれるので、はい、もう挨拶したら笑顔で挨拶返してくれるし、こっちが挨拶しなくても目が合えば会釈というか、へそういう人たちがすごく多くて、なんで自分はこう閉じこもって生きてきたんだっていうのを逆に教えられた、そういった場所ですね。もうエネルギーに溢れてる国なんですね。めちゃめちゃ溢れてます。実際そうなんですね。そうなんです。あ、もうそんな離れたところで。でも私もイメージが結構その、ね、はい、内戦とか戦争とかもあったのを知っていたので、はい、もうこの純粋な笑顔を見て、はい、私もさらに行きたくなりました。ぜひぜひ行ってみてください。それがこのフェスの目的でもあるんですね、はい、来ていただいた方に好きになってもらって行っていただくと、はい、実際見てもらいたいっていうことなんですね。私前に行きたいです。行くしかないです。そうですね。ありがとうございました。すいません、まだね、はい、準備中のところありがとうございました。いや、素敵ですね。関わった人はみんな好きになるっていうのが、はい、あの国の魅力なんですよ。そうなんですね。関わった人がみんな好きになる、はい、だからこうね、どうしてもみんなに知っていただきたくて、はい、自腹でこういう会をやってみようということになったんですね。
そうなんですね、こちらは福井県の大野市さんもブースを出してくださってるんですね。こんにちは。大野市って水がとっても有名で、はい、水からもらった恵みを世界中に恩返ししたいということで東森の支援をされてるんです。あ、そうなんですね。あ、こんなところにカフェが。そうなんです、先ほどお話しされていた、はい、飲み比べのカフェです。こんにちは。ちょっと飲み比べ私もしてみたいんですけど、はい、いいですか。はい、ぜひ。ここで扱っているのは東モールのレテポポ、マオベシ、エルメラという3つの産地のコーヒーを飲み比べていただくことにしています。しかも全部フェアトレードコーヒーなんですね。はい、そうです。私も結構フェアトレード あのマークがついてあるコーヒーを選んで買ったりとかもしているの で、じゃあぜひこれからは東モールでお願いします。そうですね、そうですね。でもやっぱり聞き慣れない、ね、地域のもののコーヒーなので気になるんですが、ちょっとお時間の関係上飲むのが時間が厳しくなってしまったので香りだけでもいいですかね。じゃあ一つずつこのレテホホから。あ、でも芳醇な、結構フルーティーな感じですね。ありがとうございます。そうですね、フルーティー。でこちらがマウベジ。マウベシ。マウベシ、はい、あ、全然またレテホホとは違う。わかります、香りだけ。香りが全然違います、うん、エルメラ。あ、でもここ結構ストレートな感じで、うん、なんかコーヒー飲みやすそうな。そうなんです、いろんな好みの方に多分対応できるティモールだと思います。ちょっと後でゆっくり飲ませてください、はい、ありがとうございます。あ、でも全然地域によって全然違うんです。あ、こちらにはいろんな食事が置いてあったり、そうなんです。東ティモールは食事は何が主食なんですか。主食はお米です。あ、お米なんですね。へえ、日本とじゃあそんなに変わらないんですね。そうですね、お野菜も豊富です。はい、さあこちらの東ティモール、なかなかねたくさん見どころがありまして、その1時からはオープニング、そして2時からはトークセッション、5時からはライブセッションということで、もう見て食べてね、触っていろんな話を聞いて、うん、ね、いろいろ東ティモールを知っていただける、はい、イベントが盛りだくさんということなんですね。はい、そして今日この後ステージに立つジャニオさんにもお越しいただきました。こんにちは、ジャニオさん。こんにちは。今日は歌われるということなんですね。オフィンカンタ。シン。オフィンカンタ、ハクソロクテブス。本当に嬉しいです、うん。ジャニオさんは今日来てくださるお客様に東ティモールのどんなところを知ってもらいたいですか。ダボ、フォーハテネ、バエマシラ、オフィンパティチパンチバ、ティモールニアサイドサイダ、ボトリモ。Ogen se canta y después a tu jara acá a todos cuando va con esa un timor ni han feñal esa un hotu y a solo ustedes botó todo y a dame ni la ティモールの国がどういうところなのか歌を通して知ってほしいですし、選挙も終わってとっても平和な国であることを皆さんに知っていただきたいですということです。実際に日本に来られてからどれぐらいなんですか。バイラマイ How many? 2016 2年になる。でもね、日本人の方にもより多くの方に東ティモールのことを知っていただきたいですよね。たぶんアゴルアゴルダダムね、今一晩でまかハテネティモールね、まか。シン、アンハクソロクテベスベレハトバジャポネズシラハトベレハテネコナバティモールイビジタティモール。そうなんです。ティモールのことを知っていただいて、一人でも多くの方に訪問していただきたいと思っています。ありがとうございます。ジャニオさん、じゃあもうライブ頑張ってください。ありがとうございました。ありがとうございました。さあこちら東ティモールフェスタ、改めて紹介いたします。こちら上智大学の9号館地下のカフェテリアにて行われます。もうね、なかなか全部を紹介しきれないかったですけれども、気になった方はぜひこちらに来ていただきたいですね。そして東ティモールへも行っていただきたいです。そうですね、そのきっかけになる一日になるといいですね、はい、はい、ということで、もう今日たくさんねお話を伺いちゃってありがとうございました。ありがとうございました。もうね、私もどんどん興味が湧いてきたので、いろいろ調べてみたいと思います。そうですよね。はい、ありがとうございます。ということで、今回は本日5月19日に上智大学四ツ谷キャンパス9号館のカフェテリアで行われます東ティモールフェスタ2018紹介させていただきました。それではまた来週、またねー。